三月期は中島厚の短編小説。1942年に発表された中島のデビュー作である。当代、詩人となる望みに敗れて虎になってしまった男、理長が自分の数奇な運命を友人の縁さんに語るという変身談であり、新朝の説話集、当人説会中の人古伝が素材になっている。 三月期の題名は、虎に変わった李帳が銀印の一節、この有形山大民月から取られている。書出時は、第一編、文字化とともに、フルタンの題名で総括され、文学界1942年2月号に掲載された。文部科学省検定図み教科書、国語の題材にしばしば採用され、中島の作品中でも知名度が高い。 野村満載によって舞台化された。当の時代、老生の李長は若くして、過挙試験に合格する秀才であったが、非常な自信家で、俗悪な体幹の前で膝を屈する一回の管理の身分に満足できず、詩人として名声を得ようとした。しかし感触を退いたために、経済的に困窮し挫折する。歳子を養う金のため再び東へ赴いた李長は、 地方の下級管理の職に就くが、自尊心の高さゆえ屈辱的な思いをした末、河南地方へ出張した際に発狂し、そのまま山へ消えて行方知れずとなる。翌年、李長の旧友で観察魚師となっていた縁さんは、旅の途上で人食い虎に襲われかける。虎は縁さんを見るとハッとして、茂みに隠れ、人の声で危ないところだったと何度もつぶやく。 その声が友の李長のものと気づいたエさんが茂みの方に声をかけると虎はすすりなくばかりだったがやがて低い声で自分は李長だと答えるそして一食い虎の姿の李長は茂みに身を隠したままそうなってしまった経緯を語り始め今では虎としての意識の方が次第に長くなっているという李長はエさんに自分の死を記録してくれるよう依頼し エンさんは求めに応じ、一行の者らに書き取らせる。自分が虎になったのは、自身の臆病な自尊心、尊大な羞恥心、またそれゆえに切磋琢磨をしなかった、怠惰のせいであると理長は同国し、エンさんも涙を流す。夜がしらみ始めると、理長はエンさんに別れを告げる。エンさん一行が離れた丘から振り返ると、草むらから一匹の虎が現れ、月に奉公した後に姿を消す。 三月期の著者、中島敦氏は1933年から1941年までの8年間、横浜高等女学校で国語、英語の教諭を務めていた。中島は学校教諭をしながらも自身の夢である文筆業への思いも立ちがたく、仕事の傍ら作品執筆を続けていた。そのような中で1936年には小笠原諸島への旅行に出かけ、 かねてから抱いていた南洋の島々への思いをさらに募らせることになる。結局持病の図打の悪化もあって、天地療養を兼ねて南洋町の管理の仕事を得たことにより1941年6月、パラオに赴任する。中島はパラオに赴任するにあたり、これまで自らが書き溜めてきた原稿のことが気にかかっていた。そこでしばしば原稿に目を通してもらっていた。 深田久矢に原稿を預けることにした。深田に預けた原稿が、キツネ頼む、ミイラ、三月期、文字化の四編から構成される、フルタンである。パラオに赴任する中島は、深田が預けた原稿を発表してくれるものと期待していた。しかし作品掲載の方は、パラオの中島の元にはなかなか届かない。深田は当初、中島から預けられた原稿のことを忘れてしまっていて、 読みもしなかった。中島がパラオに赴任して半年くらい経った頃、ふと中島の原稿のことを思い出して読んでみた深田は、その内容の高さに簡単し、早速深田は文学界に採用を推薦した。戦時中の用紙不足もあって、フルタン4編すべての掲載は叶わなかったが、深田と文学界の編集長であった川上哲太郎の判断により、3月期、 文字化の二編が1942年2月に掲載された。中島は1942年3月にパラオから日本に戻るが、帰国後初めて3月期文字化の二編が文学界に発表されていたことを知った。下敷きとなっている人古伝と比較すると、李朝が捕らえ変身した理由に中島の創作が大きく入っている。人古伝では李朝は、 カフトの王政を、ある一家に妨げられ、その妨げてきた一家を焼き殺した因果応法で、変身したとされているのに対し、中島変身の理由を純粋な内因性に求め、芸術家の実存の内面を、告白的に描いている。瀬沼茂劇は、人古伝から中島独自の作品になった過程には、中島の変身誕に対する思考があるとし、中島が愛読していた、 カフカの穴ラやガーネットの狐になった夫人の影響が垣間見られるとしている。また、李長が語る虎へ変身した理由の告白が自己劇化された語りであるとするタデヌママサミの解釈もある山下正史も虎に変身した理由を語る李長の挫折の嘆きに自己劇化が見られるとして、そうしたナルシシズムを含めリアルな人間像が描かれていると評価している。 ありがとうございます。